そう、じゃあ、ですね。ポコリーヌさんじゃないわ。ポコリーヌさんでよかったっけ、名前。まあ、いろいろやっていかないといけないですね。まずは、信頼度見ていきましょうか。下から見て、あとはミサギさんかな、仲良くなる必要あるな。あ、マーティンも仲良くならないとね。ミサギさんは雑貨屋さんにいるのかな。ね、雑貨屋さんに今度からいるっていうことで。お、いました。おはようございますと。品物を見せてください。まあ種とかまだこんな感じですね。ありがとうございます。普通に話しかけて、はい、行きましたよ。で、あとはプレゼントも渡していきましょう。で、しまって。これで、村のみんなとは仲良くなったのかな？ミサギさん、お、一つになりましたね。じゃあ、あとはダイクユスの子と仲良くなって。いるかな？あれ、いない？あそこか。ついでに話しかけて、で、プレゼントも渡していくと。タケノコ渡していくか。これでもう結構、お、クリアって出てますね。じゃあ他の依頼もどんどんやっていきながらやりましょう。ついでに、ちょっとじゃあ掲示板も見ていきますか、先に。え、雲仙、さすが雲仙くんだぜ。地道な努力を見結んだな。結構難しいことは知ってるんだ。もうこれいらないからあげるよ。挨拶の魔法。みんなと仲良く冒険できなるかもね、ほう。じゃあ、しまう。他の依頼は何だ？調理台を手に入れようとか。ついでだから、このアイテムを届けよう。指定のアイテムの配達。で、調理台もゲット。どうもよろしいです。誰かうち、素手でできる料理だけでいいから、ほうほう。調理台は手に入れたので。あ、それだけでいいのか？レシピパン、うん。何個もらったんだ。一個か。じゃあ食べていきましょうか。タケノコご飯。おお、いいもん手に入りましたね。まあ、後にしましょうか。どんどん依頼が、ね、出てくるんで。さあ、じゃあ、クリスタルショップでクリスタルを一つのまとめないといけないんですね。お、いました。今日、何？本当に？これって、あ、本当ですね。ハインツさんの誕生日ですか。まあ、じゃあ、毒窒素、薬草をプレゼントしていきましょう。仲良くなりましょう。クリスタルの引き換えですね。なんだ、風か？水かな？氷か。はい、氷のクリスタルゲットですね。こんな大きいな。これで、なんか効果があるんでしょうか。で、あとはモンスター小屋ですね。
ってて物騒だな。お、ダグがいる。てっきり前からやってるもんだと。へえ。いらっしゃいませ。じゃ、施設の拡張ですね。これですね。モンスター小屋、叩いていきましょう。かっこいい名前。ああ、じゃあ、株組みにしていきましょう。何も考えてないけどね。ついでに家具も見せてもらえますか。自宅に送ってください。家事代とかいろいろありますね。これここら辺あの資格を取らないといけないですからね。ああ、話しかけちゃった。じゃあ、ついでに。モンスターたちを仲間にしていきましょうか。プラスで飛んだ方が早いな。さあ、仲間モンスターも増やしていきましょうか。モコモコですね。あ、そっか。一旦戻らんとダメか。まず、厚入れだ。宝石をプレゼントしていきましょう。ここで、ドリューに、やあ、氷のクリス、しばらくの間、天候が、雨になったり。じゃあ、これをプレゼントしていきましょう。クリスタルアイテム。あ、食べるの？ファームクリ。恵みの雨だ。超熱。もう何ですから。クワじゃない。まず、伐採して。で、ここに。で、トイハーブの種をまくか。これで OK かな。これでじゃあ地上に戻りましょう。ここは晴れなんですな。ちょっと変わった感じですね。小屋を建てらんで、やるじゃん。ついでにこれもやるよ。これはブラシだ。こいつを装備して、毎日、モンスター撫でてやると仲良くなる。じゃあ、これを装備して。そう。ああ、おじさん、本当のことは知りたかっただけだから、空飛ぶドラゴンのことは誰にも言わないよ。その代わりクリスタル関連で何かあったら、うちをひいちにしばしいいな。よろしくね。専門店だけに妥協はしまう。専門ね。まあ面白いのかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。ではそれでは。